来たぞ、あの囚人護送車を襲う。行こう、リン。彼らを解放する。ええ、バット。来た、奴らだ。北斗の軍だ。北斗の軍、今まで数々の囚人護送車を襲い、囚人を奪っていた神出鬼没の武装集団。畜生、何やってんだ。もう閉めろ、奴らを足止めするんだ。護送車の動きが止まった。先制の奴らを倒し、囚人を解放するぞ。さっさと囚人を渡すか。切り捨てろ。とっとと町に向かうんだ。反逆者どもが、このバイクで殺してやるぜ。チッ、こいつらを倒さない限り先には進めそうにないな。
まれ、囚人を渡してもらおう。渡せんな。こいつらは大事な収入源。天帝軍に逆らって、なんで済むと思うなよ。囚人は全員解放した。リンと合流したら引き上げよう。待って、私が捕まったという噂が流れているわ。町の闘技場で公開処刑が行われるらしい。これはどういうことなんだ、バット。とにかく様子を探るから、難民に紛れて町に潜入するぞ。人が来ないな。これでは数が揃わんぞ。囚人はもう来ねえよ。てめえの悪巧みもこれまでだ。くに、ならば囚人の代わりに貴様を売り飛ばしてくれるわ。正規兵の中を眉一つ動かさず。貴様、どこから来た？北より、お前たちに死を告げるために。この場から生きて帰れると思うなよ。相手はたった一人だ。
ただのバカではないよ。なお聞こう。知ったところで誰に語ることもできん。俺に逆らうバカがこれ以上増えんよ。面白い思考を凝らした。俺たちが戦っている横で公開処刑を続ける。どうだ、皆震え上がるぞ。貴様、何の化身だ。ただの人間だ。指令まで。リン、バット。バット、あなたが先に行くべき人よ。ケン、見て。バットの体には無数の傷が。その傷のすべてが私を助けるために。ケン、リンを再びあんたに会わせたかった。バット、男の顔になったな。それじゃあユリアさんは。短い人生だったな。ユリアは安らかに言った。リン、ユリアからお前にと。もらっておけ、リン。ユリアさんは自分にはできなかったことお前に託したんだ。行くぞ、リン、バット。初めて私たちに一緒に来いた。あなたたちもすでに戦士ということだ。